キャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回はですね、38 X Pro さん、こちらの注文してた商品が届きましたので、こちらを紹介したいと思います。今回のおまけステッカーこちらです。というわけで出ました。ビニール袋に包まれてますけども、38 X Pro さんから出ているルミコミアですね。いや、やっと買いましたね。1年以上ずっとこう欲しいと思ってたギアなんですけど、ようやく買いました。今回はこちらを紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ動画きっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルもよろしくお願いします。さあ、ちょっと開けていきましょう。QR コードもついてます。こちら 38X Pro さんから出てるんですけれども、製造元株式会社 YASM、 販売元デキテック合同会社ですね。で、この、まあ、ルミコミアなんですけど、一言で言うと、まあ、光るテーブルです。気になりますよね。で、三脚をつけて使うテーブルなんですね。で、まあ、布のカバーがついてて、で、このカバーをつけたままこういうねテーブルにすることもできますし、カバーを外して使うこともできます。でカバーを外しました。ちょっと一応ね、中に保護用のねシートが入ってますので、これを外して、こんな感じですね。一応ね、ここにアダプターが付けてあって、4分の1インチネジの三脚につけることできるんですけど、このアダプターを外せば8分の3インチネジの三脚にもつけることができます。で、この天板が拡散誘導アクリルっていうものでできてるんですね。いわゆる、まあ、導光板っていうやつです。で、導光板っていうのは光を拡散させて板全体が明るくなるように加工された板のことなんですね。で、ここにまあ穴があるので、ここにゴールゼロのライトハウスマイクロフラッシュとか、ライトハウスマイクロ、ライトハウスマイクロチャージとかね、ゴールゼロのライトハウスマイクロシリーズの LED ランタンをここにつけることができます。で、ここで光らせるとテーブルも光るというものですね。こんな感じで光ります。で、これがただ光るだけじゃなく、ちょっとグラデーションになってるんですよね。で、この光加減を出すのに、もう何度も何度もトライアンドエラーでやり直したそうなんですね。で、ようやく納得のいく光を出すことができたというわけなんですね。で、これはですね、アンバーグローブをつけたゴールゼロ、これをつけるとまたちょっと違う色になりますね。こういう風にオレンジ色になります。で、まあ、アンバーグローブいろんなカラーあるので、ピンクとかブルーとかいろいろあるので、その自分で好きなカラーのアンバーグローブをつけて、で、ここにはめると、じゃあテーブルもその色に光るというものですね。で、これ間接照明として役立つっていうのはもちろんなんですけど、暗くなってきた時のおしゃれなキャンプサイトを演出するっていうのとか、あとはまあこれって他にないじゃないですか。なんで、ちょっと珍しいキャンプギアでみんなを驚かせることもできるし、あとはね、こう、で、暗くなってきた時のテーブルの上に、まあ置いてても見えなかったりするので、テーブル自体をもう光らせて、で、ここの上に置けばね、見えるので、物をなくしにくいとかっていうことにも役立ちます。で、カバーをつけて、この状態でテーブルも楽しめるので、2パターンのテーブルで楽しめます。で、あとはね、ここにね、ここに、いろいろ引っ掛けることができるんですよ。で、38X Pro さんのベリベースっていう商品があるんで、それをまあここに引っ掛けたりとかすると、ギアをここにつらっとくっつけることができるので、で、ね、テーブルで使うときはこうですけど、こうね、横にしてここにバーッとつけると、まあハンギングラックみたいにキャンプ道具をここにつけておくっていうのにも役立ちます。で、ここに、この真ん中だけじゃなく、この周りにも4つネジ穴があるので、ここにもいろいろなギアをつけることができます。で、アダプターを用意すれば4分の1インチネジにもできるので、だから4分の1インチネジなんかにしたら、ゼロポットとかもつけれますよね、ここにね。で、重さはたった 400g。めちゃくちゃ軽い。プラス、まあ三脚が必要にはなりますけども、まあ三脚もね、軽いやつとか全然売ってるので、僕みたいなトーキャンパーでもね、荷物にならずに使うことができます。で、サイズは 360mm×125mm×8mm ですね。で、この大きさ、ピンときた方もいらっしゃると思うんですけど、そうなんですよ。IGT 規格なんですよ。IGT 規格のものにはまるんですよね。で、IGT 規格っていうのは、スノーピークから出てる自分の好みで幅と足の高さを組み合わせるユニットシステムのテーブル、アイアングリルテーブルの略で IGT なんですけど、で、もともとはまあスノーピークのアイアングリルテーブルなんですけど、いろんなキャンプブランドだったりガレージブランドがこの IGT 規格のギアっていうのを出してて、で、まあ IGT 規格で
作られたものっていうのはそれぞれね互換性があるので、別のブランドのものであってもくっつけることができるんですよ。だから例えばアイアングリルテーブルって枠があって木の板がついてて、でそれを、まあ、例えば外して別のものをつけたりっていうのができるんですけど、それの一つをこれにすることができるんですよ。で光るテーブルにすることができるんですよね。ただね、まあ、IDT 規格のテーブルっていうのは、まあ、枠だけで こんなね、結構大きいので、僕みたいにね、トーキャンパーにはちょっとあまり向いてないものではあるので、トーキャンパーの方はね、僕みたいにトーキャンパーの方は、通常通りこれと三脚であれば、そこまで大きくないので、持っていけると思います。で、気になるお値段なんですが、税込み1万1000円です。で、カバーの色は、オリーブドラブとコヨーテブラウンがあって、これはコヨーテブラウンですね。2色展開です。で実際にね三脚につけるとこ見てもらおうと思います。はい、というわけで三脚につけるとこんな感じですね。こんな感じで光ります。でここにねポンと置くとアンバーグローブついたやつ置くと、左側はオレンジ、右側は白っていう風にもできます。でねアンバーグローブのやつつけるとこんな感じでオレンジになって、ね、ここに白いやつつけるとこんな感じにもなります。はいっていう感じです。でカバーをつけた状態のテーブルがこんな感じですね。はい、こんな感じです。で今回ね Amazon の格安の三脚を使ってますけども、よく世間で使われてるのはマフロットっていうところの三脚使ってる方多いですね。あとはサーテイトエクスプローさんとアシモクラフトさん、白馬写真産業株式会社さんのトリプルコラボのエミア・カルマーニュですね。そういったものをつける方が多いですかね。はい、で三脚のいいところはこことかもね結構引っ掛けられたりするんですよ。いろいろねもの引っ掛けられたりするんで、もう何かと便利ですねっていう感じです。はい、というわけで見ていただきました。でこちらのルミコミヤ販売ページ概要欄に載せておきますので、もし気になる方は買ってみてください。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。